はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつも私のチャンネルをご清聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、本日はクメールタイムズの、ね、記事からねご紹介したいと思います。今道路工事ですね、超渋滞が発生してしまってですね、もういい加減にしろと、これなんとかやれよということがね報道されています。はい、今ねカンボジアの道路事情ね、来られた方は分かると思いますが、あんまり良くはないんですけど、それがさらに悪くなっているということが報道されています。何が起きているんでしょうか。はい、ここが、いつもね私たちが、お話しているボンケンコン湾、まあ、カンボジアの首都プロンペンの一等地のところですよね。ここに独立記念塔があります。はい、ここをねずっとね、この辺がね、あ、ここがねジェイタワー2があるところです。はい、ここずっと下っていって、ここからねフンセンストーリー、新しい道路に入っていけばイオン3があったりとかね、その先にはね新空港の建設が行われているところです。はい、道が空いていたらですね、このジェイタワー2から、このフンセンストーリーを通ってでイオン3までで10分かかるかかからないかの距離なんですよね。はい、で今日ねご紹介するね渋滞は、この、王立の大学があるんですけども、ここに、はい、王立の大学のところからこのわずかね車で1分ぐらいで、車で1分ぐらいで行けるねこの道ですよ。約200、300、600メートルぐらいですかね。はい、ここでね30分ぐらいのね渋滞があるのでね、まあ本当お仕事している人たちとかがもういい加減にしろよというね、クレームが出てるということです。いや本当にね、400メートルぐらいの距離のところでね30分渋滞してしまってですね、私もこれうっかりこの道に入ってしまってですね、これ夜にBKK1 の私たちのジェイタワー2コンドミニアムからイオン3までってね、だいたいね車でね10分、まあ、ちょっとスピード出しすぎかもわかりませんけども、あ、これねちょっとプリンスグループがね建ててる、このエリアに建ててるコンドミニアムなんですけども、今47階、何階まで建てるかわかんないですけども、ね、ただ47階ですけどね、これジェイタワー2より低いんですよね。はい、天井高さがね一番高いと言われているのがね、私たちのカンボジアのジェタウトゥーコンドミニアムになります。はいはい、やっぱり天井高いとね気持ちがいいですよね。はい、もうこの渋滞だけはねたまらないですよね。はい、これ大学の前の女の子、面白い帽子かぶってるんでちょっとね撮影させてもらいました。はい、こちらがプリンスグループのさっき47階まで立っているところです。その横がね、R&F 中国のね上場企業がここで55階のねコンドミニアムを建てるということだったんですけど、ね、完全に、ね、工事止まっております。はい、ですからね、今中国の不動産補強はねかなり影響を受けてるんでね、もうこちらに支持したね、上場企業であれでもね、まあ、デベロッパー苦しい状況じゃないかなと思います。はい、渋滞の理由がですね、ここはバイパスができるんですね、交差道路、これ自体はありがたいんですけど、ここの道路整理とか、まあ、道路の取り方がちょっと悪いので、これからこれ工事何年かこうイオンまで行く看板ですよね、1年じゃ無理かな、2年ぐらいこの状況が続くので、まあ、新しい回り道をね、考えとかなければいけないかなっていうところになります。空港までには完成すると思います。あ、これ正面に見えてるね、4つの、コンドミニアムが先ほど R&F です。はい、ここでもね、プロジェクト半分でね、ストップしております。厳しい状況ですよね。ここね、3車線道路をね、1車線にしてしまったんでね、超渋滞が生まれております。ね、5分から10分で通過できるところがもう30分かかるのでね、さあもう生活がね、とか仕事でみんな迷惑かかってるので、もうなんとかしろよっていうね不満の声が、まあクメールタイムズはね結構政府の息のかかった新聞が書くぐらいですからね、ちょっとねみんな本当にこれちょっと怒り浸透してるっていう感じですね。まあでもね発展途上ですから仕方ないといえば仕方ないんですが、3車線がこれ1車線になったらちょっときついですよね。はい、この辺ぐらいからかな、3つになっていくのがねこれ結構距離長いんで、まあ杭ね1日1本打っていても何本打つのかなっていう感じですから、まあ杭打つだけで1年以上、そして、高架ねバイパス作るのにさらにプラス1年でできたらいいかなっていうところだと思いますね。日本がねやればねもっと早くできると思うんですけどね、多分やってるのは中国かなっていう感じがします。はい、元の広さねこんな3車線なんで、はい、それが1車線になったらちょっときついですよね。はい、こんな状況で最高からね車でもだいたい5分ぐらいでねイオン3まで行けます。反対側から見てみます。はい、今ねこういうフェンスまで作ったんで、さらに道が渋滞するような感じになっております。はい、この鉄のね
フェンスなんでね、あの時間によってね、こう変更したりとかしてるのかなと思います。はい。これね、あのメルセデス・ベルツの正規代理店だったんですけども、なんかメルセデス・ベルツの正規代理店を辞めるっていうことは報道されました。これまたね、報道したいと思います。はい。4-3にやってきてきました。はい。まだまだね、外の方の工事が終わってないと、店も全部まだね、オープンしない状況ですけど、私結構ね、このイオン3が気に入ってて、しょっちゅう来てたんですけど、あの道路工事がね、ちょっと本当たまらないですよね。はい。イオンさんですけど、ここの出る時のね、あの、リエルでの料金のね、支払いをちょっとやめてもらいたいなとね、もう現金持ってませんからね。はい。私大好きな港南にやってきました。はい。港南日本と同じようにね、ビスを売ってるんですよ。あ、これありがたいなって、こんでね、1.9 度ってこれダイソーに合わせるんですかね。はい。あの、港南ね、本当生活に役に立っております。はい。あ、これ先ですね。これね、本当に現金使わなくなったんでね、これ今回はたまたま無料で出れましたけども、これ、お金ない時どうするのかなと思ってね、スマホで ABA で決済できませんからね、ゲートですけど、早くしていただけたらなと思います。はい。ここね、また戻ってきました。ここから渋滞がね、この手前ぐらいが渋滞が始まっています。30分かかります。今抜けるのにね。はい。カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新をお待ちください。よしくばチャンネル登録、高評価お願いします。本日も、ご清聴ね、ありがとうございました。カンボジアのね、突然起きたね、道路渋滞状況ね、国民みんながね、怒り浸透してるというね、不便になってるというね、情報をご提供させていただきました。それでは皆様、See you!